かな。でやえ、ぶち破れたの？すげえ。うっ、若志くん、とにかく外に出られた。おう、あとはすげえ若志、さすが細マッチョ。うん？あ、ほう、ここで先生ですかい。龍崎先生。それにバンデさんも。まったく無茶をしますね、協定の選手は。バンジーのところも似たようなもんだろうが。のんびりしてる間はない。あの館が火事で、中に越前や柳生さんたちが。そうだそうだ。何？火事が。ん？火が消えてる。なんじゃそりゃ。慌てんでいい。火事など起きとらんよ。どういうことですか？話せば長くなるからの。場所を変えんか。みんなも待っとるしな。あ、ここからはもうあれか。みんなって消えた。みんな、そういうことじゃな。火事のところとか赤谷のところとは全然違ったけどね。そういうことじゃ。もう合流してからも多分一緒なんでしょう。後部で仕組んだ芝居よ。本当にね、そういうことだったんだよね。俺たちはずっと騙されていたと。その通り。まあそういうことになるな。ひでえ話だろ。俺も最初に聞いたとき腹立っちまってよ。もともとこの合宿の危機感を演出するためにやっていた芝居なんじゃが、お前たちがここに来てしまったのが計算違いの始まりだったよ。なんせここは私たちが使っていた秘密の監視小屋なんでな、ここを探らせるわけにはいかなんだ。だとしてもよ。それで私たちを脅かしてここから逃げ出させようとしたわけですね。逆効果だったけどな。イブに見つかっちまったんで、計画は全てパーになったってわけさ。まったく、とんでもないこと考える監督たちだな。信じられない。いや、それに関してはもっと言って大丈夫だわ。うん。あの火事は一体何だったんだ。ここはアトラクション施設にもなっておってな。あれ、そういうことね。ホラーハウスというやつじゃ。火事のホログラフィーや階段が落ちる仕掛けがあるが、危険はない。ぽく見えるってやつですかい。でも実際暑かった気がします。それは心理的効果ですよ。それだけ？本物だと思い込んでたので、そう感じただけです。なんか実際に室温を上げておくみたいな、そういう機能があるんではないのね。女の子がおるんだから、そこまで無理をすることあるまいに。いや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 、だからこそ必死だったんでしょうよ。お前たちの負けず嫌い甘く見とったよ。ああ、それと、ああ、こっちの、ああ、私の若子の方の日吉ね。ああ、はいはい、何でしょう。あんたには悪いことしたね。計画ではあんたと友達は私たちと一緒のはずだったんだ。いやいやいや、こっちでいい、こっちでいい。予想外に嵐がひどくてね、私たちのボートに乗せてあげた。え、じゃ一歩間違えば死ぬとこだったぞ。桃とカイドウが来てくれなかったらマジで死んでたな、これ。すげえな。いいえ、いいんです。お父さんも無事だって分かったし、それに、それにいろいろといい思い出をたくさんもらいましたから。そうか。ならよかったわ。もうちょっとこう深く、なんかこうすまんかったのみたいな雰囲気を出すべきだと思うけどね。それにしてもこの屋敷一見ボロなのに中はすごくハイテクでしたが。あ、すごいね。当然じゃ。もともとこの島全体がハイテクの塊だからな。ハイテクの塊。あ、ハイテクの塊っていうなんかフレーズ覚えてるわ。ああ、この島は榊グループのレジャーランドなんじゃよ。すげえよな、榊グループ。設備が行き届いておるから安心して合宿場所に選んだわけじゃ。そこに行くまでに危険がすごいせよ。榊監督の、まったくあの人は。最後は少し私らも悪ふざけが過ぎてしまったな。お前たちの反応が面白くてついな。その結果赤井に角材で殴られてたけど大丈夫だった？
ついじゃないっすよ、まったく。本当にね。何にせよバレてしまった以上、手塚と後部にも伝えておかんとな。もうここはもうあえて手塚と後部にはそのことを黙っておくっていう逆ドッキリを仕掛けないと、こっちとしてはもう気が済まねえでしょうよ。少し遅くなってしまったが、合宿所に行くぞ。仕方ない。というわけだというわけだじゃねえ。少々腑に落ちないところがあると思ってはいたが、さすがレンジさん、見事に手玉に取られたな。まったく手塚も人が悪いな。本当だよ。すまん、ことの性質上みんなに話すわけにはいかなかったんだ。まあそうよな、それはそう。気にするなよ手塚、お前が俺たちのことを思って。大石マジで優しいな誰よりも先生たち大人たちは大丈夫なのか探さなくていいのかって言ってたのに、このリアクションはマジで成人だな。マジでそうか、大石大人だわ。いろいろあったけどみんな無事にこうしているんだし。優しすぎない？もういい？あ、飛ばしちゃった。そんでこの合宿はこの後どうするんですか？大石ちょっと優しすぎるな。本来の目的は達成できた。あとはこの島で残り2日強化合宿を行う。コート1面しかねえけどな。強化合宿？まだサバイバルを続けるのか？いや、明日の朝。えっててて、ミスターうっとい失礼しました。よいしょ。オートなっちゃった。そいつはありがたいっすね。あれ、オートなっちゃった。おい、あ、結構大事なこと言ってた。そいつはありがたいっすね。で、日吉。はい。お前と辻元にはって、あ、これ読んでくれよ。お前と辻元には明日その船で帰ってもらう。そうなんだよね。お前にはいろいろと苦労をかけたが、それも今日で終わりだ。今まで手伝ってくれてありがとう。いやいやいや、もうあと2日いさせてくださいよって思うよね。 いえ、私たちこそいろいろと助けてもらって、その、そっか、帰っちゃうのか。菊丸ですら寂しそうにしてるよ。それじゃあ少し遅いけど、ほぼ喋んなかったのに。今から送別パーティーをやらないか。送別パーティー？ほう、大石いいこと言うじゃん。やろうやろう。もうちょっとあの帰んないでっていう粘りが欲しかったけどね。そうだな、あまり遅くならないようにするなら。いや、もう最後まで行こうぜっつっても、まあでも仮にも中学生だからな、オールとか良くないわな。よっしゃ、決まりだな。残ってる食い物全部食べちまおうぜ。よし。そんな全部とか前回も言ってたっけ、まあ、全部食ってもいいのか。先生方にもらった食材がある、それを使って構わない。先生方は何食ってたんだろうな。それなら腕の振り甲斐がある。橘さんの手料理が食えるぜ。俺も手伝います。んそのためは何そのためは何。いや、私も。お前はいいって、お前のための送別パーティーなんだよ。いやいやいや、私にも手伝わせてくださいよ。そうですか。ほな、パーティーの準備にかかろうか。せやな。おお、整ってるね、準備がだいぶ。おお、うまそう。普通に楽しそうだもんね普通に楽しそう。へへ、お先。え、もう？あ、桐原、てめえ、それ俺が狙ってたんだぞ。焦る必要はない、まだまだ量はたっぷりある。とはいえよく食うからな、みんな。シンジ、漬物ばっか食ってんじゃねえようまいんだからいいじゃないか。そんなことより肉ばっかり食ってる立会の連中をなんとかしてほしいよそれはなんとかするべきだわ。肉は久しぶりやからの。ああ、まあね、そっかそっか。確かにタンパク質は重要な栄養素だが偏りすぎだぞまあいいじゃないですか。うん、少しばかり肉には飢えていたからな食いすぎだろ、だからってすげえ量だな。って、真田副部長、なんすかその山盛りの肉は。
すごいよな。くだらんことを聞くな。風に決まっているだろ。ずるいっす。俺も、その山から取ってやれ。負けてらんねえな。負けてらんねえよ。勝負ではないけどね。茶碗蒸し最高。あ、茶碗蒸しまであんの。ほん、かす汁まであるやん。へえ。ちょい季節外れやけど、ありがたいわ。なんだよ、納豆がねえじゃん、納豆。だから大きめのムカシ、最後まで違和感拭えなかったな。その代わり、ムカシさんの好きな唐揚げがあるじゃないですか。うん、唐揚げで黙ってろ、唐揚げで。出汁の具合もちょうどいい。うどん。カイドウ、七味はたった一つでいいのかい？まだあるけど。いい。君だけだよ、そんな山ほどかけたがやってんのは。遠慮するっす。食後には俺の特製野菜ジュースが待ってるぞ。いらん。ちょっと。みんなはしゃいじゃって。でも、みんなとも明日でお別れか。どうかしたのか。日吉。若志くん。別に。お、別にが映ったぞ。明日、帰るんだよな。そうだな。まあ、あれだ。結構楽しかったぜ。お前といる間は。若志のこの顔ちょっとずるいよな。一応礼だけは言っとく。ありがとう。目を見て言わんかい。お言うと。お礼を言うのは私の方。ありがとう若志くん。ああ、いい雰囲気だわ。誰か来る。有志か。よし。おお、大きめの向かい。後部の用意した花火の準備ができたってよ。後部の用意した花火。花火？ああ、そういえばそんなことを言ってたね。なんでも三尺玉を用意したらしいぜ。すごいぜ、後部。後部らしいぜ。本当にね。本格的な打ち上げ花火なのね。花火やろっつったらもうさ、なんかみんなで手で持つ方を想像しちゃうよね。ええ、始まるぞ。あ、一瞬で終わっちゃった。綺麗。ああ、そうだな。おお。なるほどな。あれが三尺玉か。はあ。うわ、すごい。終わっちまったか。終わっちまったな。さすがに最後のは大きかったな。そうだ、最後にみんなで記念写真を撮ろうよ。ナイスアイデア、藤君。まだフィルムは余っているし。素晴らしいアイデア。そうだな、それもよかろう。じゃあみんな前に出てきてよ。おう。おう。写真か。それじゃ、撮るよ。三脚まで持って。いいっすよ。行くよ。そのままじっとしてて。いや、桃城真田映ってないんかい。あ、これあれだ、そうだ、あの探索行ったメンバーで映ってんだよね。いや、いい写真だわ。いや、今日はびっくりの連続だったね。本当にね。私も驚いちゃって。でもさ、この5日間結構楽しかったね。5日間しかなかったんだよね。そうね。でもそれも今日で終わり。明日にはもうこの島から離れなきゃいけない。ずいぶん名残惜しそうだけど。そりゃそうでしょ、若しといい感じだったんだから。そうかな。分かってるって。明日の朝が最後のチャンスよ。思い切って行っちゃいなさいよ。辻もっちゃんもそうだよ。え？私たち、えじゃない。あの人たちとは学校が違うんだから、
これを逃したらもうチャンスはないんだよ。学校違うってことはやっぱ銀河中とかなんかな。そうよね。大丈夫、今までちゃんとやってきていればあんたの気持ちは相手にきっと伝わってるって。まあ宇宙空間にいざなっちゃったからな。私も頑張るからあんたも頑張りなよ。赤矢の時は見たことないシーンだったもん。私もって、もち、私も意中の人に告白するつもりだけど。それを教えてよ。あ、ちょそうだね、頑張ってね。分かってるって、私としてはあんたの方こそ心配なんだけどって。いや、それが誰なのかを知りたいな。だ、大丈夫よ、大丈夫。それじゃあもう寝よっか、明日のために。そうだね、お肌の状態バッチリで挑んでやんないとな。まあそこまでしなくてももう若しはもう落ちてるけどね。じゃあランプ消すよ。いいよ。いや、さすがに付き合えるでしょ。さすがに。おやすみ。さすがに大丈夫だと思うんだよな。赤矢の時もなんかそんなことを言ったような気がしないでもないんだけど。明日か。もう寝ちゃった？お、出た。修学旅行あるある出た。ここでついに最後の夜で出すか。もう寝たって。まだ起きてる。明日頑張ろうね、お互いに。いやー、いいなこの感じ。セーブしとこ。